皆さんこんにちは、クエトです。今回は新生物アマルガサウルスのテイム方法や性能についてね、語っていこうと思います。ということで、まずはトラップを作っていきます。アマルガサウルスはトラップを使わないとテイムするのがね、ほぼほぼ不可能な感じなんで、早速作っていきたいと思います。このトラップを作る際はできるだけ平らな場所に作りましょう。で、材料はこちらの5種類の建材です。まず石の土台、こちらをまず4つ置きます。次にドア枠を左から2番目のところに置きます。続いて石の壁をこんな風に四角形に置きます。で、さらにもう1段ね、置いていきます。で、続いてこの石の階段をこっから伸ばして 1,2,3 3つつけて、次に8枠、この8枠をここの部分いけるかな、あ、いった、ここの部分につけまして、石のドア枠をここに1,2,3 1,2,3つけて、で、石の壁をここにつけて、で、また石のドア枠をここにつけると。で、最後にこの石の階段を1,2,3、はい、これでね、完成になります。すみません、ちょっと階段の位置を間違えてました。階段、さっき俺この一番上からやってたけど、この一段下、ここから階段を伸ばします。階段を伸ばして 1,2,3 って置けば OK です。これでこのトラップは完成となります。まあ、こちらのトラップはアークの界隈では有名な海外の人が作ったものになります。もうこの人がね、作るトラップは毎回毎回助かってます。で、アマルガサウルスのテイム方法なんですけど、やり方がね、特殊で、言葉だとうまく伝わらないんで、実践しながらやっていきます。まず最初にね、あのトラップに、あちらのダイオドンを連れてきます。はい、入りました。このダイオドンがね、アマルガサウルスのテイムに非常に重要な役割を持ちます。レベルはね、何レベルでもいいんですけど、できるだけ高レベルだとテイムが楽になります。次にアマルガサウルスを誘導していくんですけど、このままね、近づいちゃうと敵対されるんで、こちらのね、フレアカレーを飲みます。これを飲むことで敵対されずにテイムが可能な状態になるんで、まあ、このままね、トラップまで引っ張っていきます。はい、ご覧の通り敵対はされないと。で、はい、表示が出ましたね。温度を同期させてテイム、温度を同期させてテイム、温度を同期させてテイム。何回言ってんだ。日本語、最近のアップデートで日本語化したからちょっと変な感じになってんな。まあいいや。はい。これで共に戦ってテイムをしようっていう表示になりましたね。そしたらご覧の通りね、ついてくるんで、このまま誘導しましょう。行った。はい、これでね、テイムの準備は完了です。これが完成形です。こいつのテイム方法は、アマルガサウルスが敵対している相手にダメージを与えることでテイムゲージが伸びるっていうやつです。なので、今ダイオドンにね、敵対しているんで、このダイオドンにダメージを与えると、はい。ご覧の通り、
テイムゲージが上がりますと。もう一回殴ると、はい、増えました。これを繰り返すことで、テイムができます。で、なぜダイオドンがいいかというと、まあ、小さいし、あと体力も高い。あと、自力でね、回復もしてくれるから、まあ、マルガサウルスのテイムに向いてると、いうわけです。ってことでね、このテイム追跡で、ゲージを見ながら、こう慎重にね、殴っていきましょう。間違ってもダイオドンを殺さないように慎重にね。あ、で、出た。これね。この青い文字が上に出たら、手渡しの合図。こいつはこの殴りと同時に、手渡しもね、やんないといけないんですよ。手渡してあげないと、テイムゲージがまた進みません。で、はい、手渡しします。これでね、またさっきの、このダイオドンにダメージを与える作業をやります。この二つの繰り返しです。この二つを繰り返すことで、最終的にはテイムできます。あ、で、ダイオドンがね、傷ついてきたら、雪袋でこんな風に、回復してあげましょう。この敵対している対象が死んじゃうと、リセットされちゃうんで、また最初からになっちゃうんで、殺さないように気をつけましょう。これで終わりかな。はいー。はい。これでね、アマルガサウルスのテイムが完了です。続いてアマルガサウルスの性能を見ていきます。まずね、アマルガサウルスは、サークルメニューで、はい、トゲを抜くことができます。このトゲは、アマルガサウルスのサドルの材料に使ったり、あと、樹液の蛇口に入れることで、樹液の採取量を増やすことができます。ちなみにトゲを取ると、はい、ご覧の通り。また時間が経ったら、ニョキニョキと生えてきます。ちなみにトゲを抜きまくると、剥げます。移動速度はこんな感じ。まあ、結構速いね。ただこの子ね、ブロントサウルスとか、ディプロドクスと同じ、竜脚類なんですけど、貝判定なんですよ。うん。海判定なんで、小型とか中型の肉食。まあ、雪山で言うと、ダイオドンとかダイアウルフ。そいつらに襲われちゃうんですよね。ちょっとそこが辛いところ。うん。あ、ほら、ちょうど、ダイアウルフの群れがいます。はい、ご覧の通り、がっつり来ています。アマルガサウルスは、ジャンプボタンを押すと、はい。今上に出ましたね。移動修正っていうのが出ました。この状態になると曲がれません。はい、こっち向いてるけど、ご覧の通りね、曲がれないモードになります。ただこの曲がれないモードが何に使えるかというと、まあ、よくわかんないです。さらにね、アマルガサウルスに乗っていると、こちらのね、右下のマーク、断熱効果があります。なので、こいつに乗ってたら、暑いところとか寒いところに行ったとしても、まあ、気温の影響を受けずに行けますよっていう感じ。だから、例えば、今俺ここで、はい、全裸になりました。めちゃくちゃ寒い。でも乗ると、はい、ご覧の通り、寒さはなくなります。じゃあ続いてこいつの攻撃面いきますか。こいつの攻撃方法。まあ、通常攻撃。はい、この首。首をブンブン振るやつ。で、さらにね、この子は、え？なんか凍結効果ある。え？
お前凍結効果あるんだけど。あれ、ひょっとしてこれ最近のアップデートで追加されたのかな。ひょっとして通常攻撃にもこういうの乗るようになったのか。まあ、いや、とりあえず通常攻撃の説明します。こいつの通常攻撃はなんか3種類ぐらいあって、まずこの正面向いてるとこの首ブンブンやるやつ、で次にこの横を向いてちょっと下を見ると、ちょっと待って、あ、こうだ。視点をだいぶ下にしないとダメだ。これをすることで、はい、この前足スタンプ、これになります。ちなみにこの前足スタンプが一番威力は高いです、通常攻撃の中で。んで、これが、はい、これね、尻尾ビンタです。なので状況に合わせて通常攻撃を使い分けるといいです。続いてのモーションいきます。続いてはトゲ飛ばしです。はい、まあアマルガサウルスの代名詞と言ってもいいやつ。はい、まず標準を定めてポンと投げる。そうすると着弾点からじわじわと広がっていって、まあ効果を予防します。今やったのはアーマースパイクって言って、こちらは最大で敵が受けるダメージを 25% 増加させるデバフを付与させるやつです。なので一瞬ちょっとさっきマンモスにモヤモヤ出たと思うけど、あ、ほら出てる。これでこのモヤモヤ状態の時受けるダメージが 25% アップしますよっていう感じだね。んで、モードチェンジして、次、ヒートモード。放ちます。はい、ご覧の通り、燃えます。ただ、威力が低い、ゼロダメージっていうね。こちらのヒートスパイクは、フィールド内の敵を燃やして、連続ヒットする継続ダメージを与えるらしい。うん。で、ちなみに、あの、フィのフィールドってなんだ、火のフィールドに、ずっと入ってると、なんかゲージが溜まっていって、そのゲージが 100% に達したら、大ダメージを与えるらしいです。うん。はい、まずアルゲンを捕獲して、身動きを封じます。そしたら、はい、トゲを飛ばします。これでゲージが 100% になったら大ダメージを与える。はい、24ダメージですね。大ダメージっていう割にそんなに火力は高くないっていうね。しかも敵をとどまらせないといけないから、そこがまたちょっと難点だな。じゃあ最後、コールド。はい、放ちます。こちらのコールドスパイクは、フィールド内の敵に小さな継続ダメージと、あと、鈍速を与える。はい、で、凍ります。時間が経ったら凍ります。継続ダメージ40か、結構高いな。あれ、じゃあ炎いらなくね？あ、この152ダメージありか。スパイクに攻撃してんのか。で、また凍りますと。あ、意外とじゃあこれ結構実用的かもしんないな。あ、で、また凍る。ああ、氷溶けちゃったけど、意外と使えるな、これ。
以上、アマルガサウルスについての解説でした。最初の頃はね、正直テイム難易度の割に性能が微妙すぎるって思ってましたが、アップデートでね、通常攻撃にもトゲの効果が乗るようになってたんで、多少はねマシになりました。ただやっぱり海判定ってことで、まあいろんな肉食にね絡まれちゃうっていうのがきつすぎるんで、普段使いはね微妙そうなんですけど、この子ね体力は結構高くて、で攻撃力もまあそこそこあるんで、でかつね野菜ケーキで回復できるんで、ボス戦とか意外と使えるんじゃないかなとは思います。うん、あとね、通常攻撃でベリーもね取ることができるんで、ベリー要員としてもねやっていけるんじゃないかなと思いました。はい、てな感じでね、今回はアマルガサウルスの解説をねやっていきました。少しでもね参考になったら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。